または、ルージャ・マグディは、セルビア出身で、民族的には、ハンガリー人の歌手である。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、セルビア社会主義共和国のボイボディナ社会主義実習、マリー・女子出身で、ハンガリーのブダペストで歌手としての活動を始めた。2006年に、 ハンガリーの音楽タレントコンテスト番組メガスターを勝ち抜いてデビューを果たした。マグディは地元のボイボディナジチ州で生まれ育ち、同時知州のスボティツァの高校で参加の看護師としての教育を受けた。彼女はその後医科大学を目指したが叶わず、ポップアイドルとしての道を模索し、ハンガリーのブダペストに移る。この時以来の彼女の人生はまさにおとぎ話のようであった。 彼女は初めて出場したテレビのコンテストショーで見事勝利を収め、やがて多くの人々が彼女の情熱的で特徴的なボーカルに惹かれるようになった。人々は彼女の劇的な成功を音楽業界でここ30年の間で最大のハプニングと呼んだ。マグディがコンテストで優勝するまでの間に歌った曲をフィーチャーしたアルバム A。 ダンタクベン・イルハングザット・ドラッグは、ハンガリーで、トリプルプラチナムアルバムとなる爆発的ヒットを、記録した。マグディのオリジナル作としては、初のアルバムとなる、ウルドギー・アンジャールは、彼女の誕生日であるに、リリースされた。同作はたった一本しか、プロモーションビデオを用意しなかったにもかかわらずすぐに、ダブルプラチナムとなった。これら2作は、 2006年のハンガリーでの売り上げ最大となった。マグディは2006年のタレント・オブ・ザ・イヤーとなり、2007年のユーロビジョン・ソング・コンテストのハンガリー代表の座を獲得した。マグディは自ら選んだアンサブスタンシャル・ブルーズを歌い、準決勝では優勝者のマリア・シェリフォビッチに次ぐ224ポイントを集め決勝に進出、決勝では128ポイントを集め9位となった。 アンサブスタンシャルブルーズはマグディ自身が作曲し、彼女は同コンテストで最も優秀な作曲家に贈られる最優秀作曲家賞に選出された。マグディが2006年のメガスターアイドルコンテストで歌った曲は次の通り。ありがとうございます。